今思い出した言ってみようか、うん、もう一ついただきます。おいしい。ばあちゃん、ほんでさっき何を言うたか。別にない。さっき違う、なんか言うたろ。さっき別に買い物ない。違う違う、その前なんか言うたやん。どうするか。どうするってお茶飲むかやろ。はい、見せて今日の、はい、それ見せて。高麗園の玉露かな、待ってよ。ね、このお茶美味しいのよね。一回ちょっとお湯を通す。うん、これでやろうか。いや、あんまり入れすぎたやつもやないで。どうやろうか。おお。あ、まあそんなもんやの、これやったら。お茶飲んで優雅に友達と、うん、2時間ば話して座ったこともあるけど、うん、そういう時期はもうなくなった。うん、お互いに年がいってね、集まらんなった。うん、南のね、南の国からお届けしますって、うん、はい、ちょっと開けてみようや、黒糖ドーナツ棒。食べよう。どんなやつやろう。棒状にない。うん、多分ね、棒状になっちゅうってわからんやんか、開けてもらえるのに。なんでわかるの。海中でもわからんやん。開けてない。開けてないけわからんやん。おお、見せて。ドーナツを、ちょっと待って。はい、これ食べましょう。お茶も入れて食べよう。えらい、えらい掴んだね。それどういうお菓子ですか。棒状のお菓子。うん、いや、そうやけど。ドーナツ棒。黒糖。自分で買ったの。黒糖のね、ドーナツ棒。いや、ほんで買うたの。ここへ。いや、これお土産にいただいて。誰に。大分からわざわざ置いててくださった。大分じゃない。そうよ。大分じゃない。失礼な。和元。そう。ママからいざったんだ。誰に。元気ママさん。はい、はい、黒糖ドーナツ棒食べてみます、うん、これとあの高麗園さんの玉露でね、いただきます。で、これどういうもんか、お菓子か書いちゅうの、これ。あ、これ書いちゅう、ここ読んじゃって、どういうお菓子か。もう読めました、小さいから。はい、もう本当読めるだけやろうか。黒糖ドーナツ棒、うん、黒糖の美味しさを最大限に引き出すために、うん、材料にも製法にも、うん、なんと練り抜いた何、うん、自然の恵みをたっぷり、美味しさ、外はさっくり、うん、中はしっとり、うん、優しい甘さのお菓子です。うん、待ちことったんごめんよ、うん、沖縄県で書いてるんだよ、うん、栽培された砂糖きびを絞ってね、うん、煮詰めて作られる、うん、ここ聞いたことがあるね。いや、聞いたことないけど。聞いたことは、南国の太陽と大地の恵みがたっぷり、うん、独特の何風味、うん、コクがあるお砂糖です。うん、黒糖ドーナツ棒は、うん、そんな沖縄県県産の黒糖を 100% 使用しています、うん、さらにドーナツ棒の小麦粉はすべて国産の小麦を使用、うん、材料の味も最大限に引き出すために、うん、何とか言ってくれ、選び抜いたじゃないのかね、うん、の、原料で作り続けています、うん、
黒糖の風味を深く、うまみを味わえる、うん、和風ドーナツです、うん、はい、初めてなのに懐かしい、そんな気持ちを気持ちになれるお菓子です、うん、以上です。よし、読めるやんか。あ、どう？外しっとり、ん？外はカリッと、中はしっとり、うん、どう？何も言わん。おばあちゃん、これ食べたことがあると思ったらね、うん、思い出した、言ってみようか、うん、あのね、ジュースのね、ここからアロエのね、クリームを取るわけ、うん、一番最初に取った時、これがついてた。あ、そう、うん、ほんで、なんかはい、黒糖ドーナツ棒食べてみますか、うん、まあ、まずお茶、飲みます。あ、この渋みがなんとも美味しいね、このコーナーの玉露。はい、ではドーナツ棒いただきます。どうでしょう。これ日本茶というわね。うん、うん、あ、中身しっとりした。この黒糖美味しいね、うん、うん、あ、これお茶に合うわ。美味しい、うまい、美味しい、うん、美味しい。本当、もう一ついただきます。美味しい。一つどころか二つ三つ食べよう。美味しいわこれ。有名なお菓子ね。あ、そうなんや。うん、うわ、美味しい、うん、甘みに、あの、嫌味がない、うん、ほら、うん、なんかこう、いや、ほんまに美味しい、これ止まらんね。美味しい、うん、美味しいおやつやった。ごちそうさま。お茶もいっぱいいらん？もういい。じゃあばあちゃん、ここと、では今から本題に入りますので。はい、これ、これが届いてました。ほい、何だろう、今出してみや。あ、元気ママさんのエプロンや、じゃない、まあ出してみて、出してみて、前にかける、そう、多分そう、早く来た、うん、そうや、そうや、もうない、出せ、注文したよ。出してみて。これ。あ、大きさもちょうど前ね。こういうふうにね。どう？前へかけちゃったよ。うん、そう。なんかこういうふうに。そうそうそう。それで前でつける。まあそれでもいいけど。こうでもかまんけどね。うん、まあ前でもええわ。まあこうでもかまんけど、うん、こうできるねって。まあ。早速、明日から使います。これね、置き忘れがないの、絶対に。まあ、下げ中期ね。素材らはどう？素材らしっかり、そこは開く感じ、開けてみてどんな感じ？しっかり、ボタン一つよ。年が言ったら、これも便利ですよって説明してくれよって、うん、この前にかけて、コート今から着るやろ、うん、蓋分からんから、うん、これがね、うん、この置き忘れがないから、うん、まあ、よかったね。いいね、言ってたら、あんた注文したいな、うん。それなんて書いちゅう？ダメ。読んでみて。いや、それ何が入っちゅう？それはこういうことでしょ？書いちゅう、はい。ばあちゃん、ハロー逆向いてる。ばあちゃんらしいけど、ありがとうございます。なんて、なんて、DEMKIMAMA、うん、あ、すごい、読めるやん。そういうふうに読めるわね。で、その下は読んでるんで、下、下も書いちゅうよ。 KITKITCHENN、 読めるんやね。それでなんていうかわかる？それが、え？それが元気ママキッチン。読めるやん。
すげえ。